はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト2では続きをやっていきましょう。紋章集めはとりあえず5種類集まったので、これ5種類で終わりだっけと、あとロンダルキアへね、行くためのちょっとアイテムが必要なので、邪神の像を取りに行きたいんですけれども、お金があるね。お金があるから、あれヘルポイだっけ、光の剣とか売ってんの。これ一回一回ここに行かなきゃいけないんだ。あの若者もさ、俺が行った後に、お、なんだあいつどこに行くんだって言ってついてくればいいのに。光の剣は16000円。あ、ミックスの攻撃力も上がるね。でもちょっと手下の攻撃力を上げていきましょう。手持ちがいっぱい、とりあえず下っ端に渡しとこう。で、相変わらずこの道具の整理をしないといけないんで、預けると、ミックスちゃんは魔導士の杖を売ればいいのか。守りの種は預けましょう。他はないね。これもう一人一人やんないといけないのがめんどくさいな。布の服売るでしょ。鍵は持っとこう前回みたいなことがあるからな。で、下っ端は福引券はいらない。命の木の実も預けておきましょう。よし、これで売るもんは売ろう。魔導士の杖は売る。あとは布の服は売る。光の剣を渡して手下。あれ、ロトの剣ってちなみにさ、売れんの？絶対売れないよね、ロトの剣とか売れないもはや邪魔でしかないな。え、ドラゴンキラーとロトの剣だったらドラゴンキラーの方が多分強いっしょ。あ、そうだよね、ロトの剣はねそこまで強くないんですよね、そもそも。で、ここからどこへ向かうのがいいんだ。デルコンダルかな。船に乗って行きましょう。これはこのまま左下の方に進んでいけばあるはずなんで、ここですね。で、ここに月のかけらを使うと。月のかけらってさだって月ってさ、ただの星だよね。なんで月のかけらでこんな凄まじいことが起こるんだ。うお、これトラマナっていくつ使う ?1 余裕だね。すげえな。うわー、地獄の使い、やっぱり出てくるか。ブラッドハンド、ほら53。危ね危ね危ね。スクルとかね、敵全員っていうところかな。イカズチの杖をくらえ、とりあえず減らしておこう。まあ、まずはね、この地獄の使いを確実に殺しておかないと。まあ攻撃でいいでしょう。これで何匹か倒してくれるとありがたいけど、よしよしよし、あと2人は任せろ。手下もね、攻撃力はめちゃ強いからね。誰だ、下っ端ちゃんか。下っ端ちゃんちょっと遅れてるね。まあ仲間になったのが遅いからね。うおー、地獄の使い一撃で倒せないっていうところがな、また痛いんだよな。あぶね、普通の攻撃でもそれなりに食らうね。甘い息、やばい。わあ、下っ端が寝たか。まあ、ミックスにね攻撃が来る分には全くいいんだけど、ベギラマ使っちゃおうか。これで一掃する。何、効かなかったとか。ベギラマ効かないって相当だな。銅の剣とか、あいつ銅の剣なんて持ってたか。おお、金
してトラマナを唱えていこう。味方の周りにバリアを張るってそういう感じだったんだ。もうベギラまで一掃する。ガストブラッドハント早いね。うおー、効かないがあるんだ。そう、絶対一人効かないな。ただ実質まだ何も進んでないからね。でモンスターのさ出現率がすごすぎるんだけど。あっぷね、地獄の使いのほんとベギラマだけが怖い。いや今回全然ダメージ当たんなかったな。攻撃でいこう。マジックパワーもねそんな無駄にできないんで。うん、ミックスに攻撃してくれる分には全然いいね。もう防御力とかが違いすぎるからな。これは結構広いね。もう悪魔の目玉はそのままボコそう。強い、手下普通に強い。あれ、なんか骨みたいなのがあるけど、なんかあるかな。なんもなーい、無駄だった。うお、またこのパターンかよ。スクルトとかさ、ルカナもうちょっと早くしてほしいよね。うわ、全体的にダメージ効率が悪かったな。そして手下と下っ端何気にヒットポイントが減ってきてるし、銃食らうもんな。また仲間を呼んでくるか。まあでも手下はねブラッドハンド会だったら一発で倒せるから結構経験値持ってんね。ベホイミを唱えましょう。で下っ端は薬草が1個あったよね。ちょっと節約していきますか。でなんかもう1個宝箱が、あ、そうそうそう、こっちの方に見えて、不思議な木の実。さらにどっちだ、ここは違うね。悪魔の目玉とブラッドハンド、こうかな。うまくいけば一旦で倒せる。ミックス、よし。素早さの種は全部ミックスに使うか。力の種をどうするかなんだよね。ガスト、もういいや、ベギラマも唱えよう。一旦で始末したい。いや効かないっていうのを除けばベギラマはめちゃ強い。でこっち階段を降りていきましょう。パペットマンは普通に倒すか。いかつくて真ん中は倒せるはず。効かないとか悲しすぎる。いやー、手下のマジックパワーを奪わないでくれ。ベギラマ一発分持ってかれたな。宝箱、罠だった。毒を受けた。毒消しそうとかある、なんかいらねえとか言ったよね。仕方ない、キアリーを唱えるか。宝箱の中に毒が入ってるってさ、どういう仕掛けなの。こっちとか意味ないね。パペットマンは殴った方がいい。うわ、手下のマジックパワーが奪われていく。やめてくれ、本当にベギラマ要員なんだから。階段があるね。でもいろんなところ見たいね。ゴールドオークは普通に倒そう。ここもあれだね、満月の塔と似たような敵の編成になってるね。また階段かーで、また階段かー、どんだけ階段があるんだよ。すんげえ階段がいっぱいあるんだけど。兵士がいる。こいつなんでこんなところにいるんだ。氷河の近くで熱くないのか。まあ、せっかくだから話すか。
炎の聖堂、え、何それ。この洞窟に悪霊の神を祀る礼拝堂があるという。そこにはハーゴンの神殿に近づく手がかりがあるはず。だが気をつけるがいい。邪神のしぼめが聖堂を守っているに違いないからな。お前なんでこんなところにいるんだ。そもそもここの敵強いぞ。兵士一人でさ、こいつら相手にしてたのか。俺たちはベギラマだとか言いつつ戦ってきてんのに。え、何これ、マジでわからん。とりあえず宝箱あるからこれを取って下に降りてみる。よし、祈りの指輪。祈りの指輪何個目？げー、キラータイガーとか出てくるんだ。ベギラマ使おう。キラータイガーどんくらいヒットポイントだったっけ。なんか1体で出てきた時はあんま強くないねみたいな。げ、全然効かねえんだけど。ベギラマ耐性さあるやつ多くないか。ちょっと30とか。いや、これマジか。ミックス27。よしよしよし。身の守りが今重要だね。手下身の守り上がらんし、作ると覚えた。そしてエホイミを唱えないと。下っ端はもう完全に回復要因だな。で、下っ端がもうリレミトしか使えなくなったらちょっと一回逃げるか。いかくちの杖、ゴールドウォークはこれで倒せるね。よしよしよし。で、下すっげえ食らうんだけど。そんなに防御力弱い？結構装備はな、手下に渡してるはずなんだけどな。布の服とか。キラータイガー、キラータイガーベギラマ効かない可能性あるからね。イカズチの杖がちょっと欲しかった。てかイカズチの杖もそもそも効かねえし。一回ずつホイミを唱える。これはまたあれだね、2回に分けて探索をしないといけない可能性があるね。で、階段上に登る。いや、これなんか、え、知らないとこに出てきた。その昔海の底で火山が爆発してこの洞窟ができたそうだ。まったくここ暑くてかなわんよ。なんでだからさ、こいつらここにいるの。あれ、これでもあれだよね、やっぱさっきのところだ。防御しとこう。かわされた。このターンすげえ無駄になった気がするな。一応攻撃しておくか。道がわからんからな。一回ちょっと道確認のために、さらに違う階段から降りていくか。ゴールドウォークは金を持ってるからね、金が貯まりそうだな。またそしたら手下用の装備だね。なんかあったっけ手下が装備で。あ、力の盾があるか。2万円くらいするやつ。2万円とかさ。ここから出てきて、あと階段こっちの方に行くか。まずはゴールドオークを倒しておこう。下っ端17か。なんかゴールドオーク結構回避率高くね。下っ端ちゃんがちょっと減ってきたね。いかちの杖、これでフラッタンド倒せなかったか。下っ端にホイミをかけるか。また薬草をね、結構いっぱい持ち込みたいんだけど、道具欄がほんと圧迫されてるんで、鍵がね、あそこの上の階段とか怪しくない？これ絶対さ、そこら辺に出てくるよ。なんなの？トラマナ。で、この溶岩の奥の階段、これは怪しいでしょう。
おお、やっぱ鍵持ってきてよかった。ゴールドオーク、なぜか一体ずつ分離しているゴールドオーク。19、これはねベホマラー的なものがないからね。まあ3人パーティーだからしょうがないんだけど。で宝箱、さらに罠だった、毒を受けた、こんなんばっかだな。キアリ、奥にも宝箱がありますね。これは力の種、よしよしよし。あそこに宝箱が見える。っていうかさ、あの階段なんだ、階段めっちゃいっぱいあんな、何これ。こんなんだっけ、キラータイガー先倒そう。でした、ミックス、これで倒せるでしょ。よし、あとはこのゴールドウォークを、ホイミとか、まあ、ホイミだったら完全回復はしないよね。オッケー、この一番最初の階段もな。どうする、下っ端ちゃんちょっと防御しとこうか。食らったら嫌だからね。消したって28も食らうんだよ。うわやばい。しかもさ早いよねこいつ、ベホマ使うの。いやでもマックス97だったらベホイミでよかったか。キラータイガーを回復してくるのか、会心の一撃。よし、まあ、ミックスはヒットポイント56でもまだいけるっしょ。防御力そのものが高いからね。でとりあえず宝箱を取りに行こう。罠の可能性があるけど、うわキラータイガー3匹や、これやばいぞ。キラータイガー3匹ガリコで眠らそう。1匹排除して眠れ。いや全然効かないわラリホとか。ちょマヌーサやばい、手下が死んだ。これはちょっとミックスが死ぬとまずいんで、ベホイミで回復させよう。こいつを倒して宝箱を取りたかったけど、これは撤退せざるを得ない。世界樹の葉って使って取りに行ってないよね。レベルが上がった、下っ端20レベル。おお急成長の時だね。リレミトで出よう。マジか。で手下しかルーラー覚えてないから、ここでキメラの翼が活躍する。ザハンに行きましょう。でザハンが世界樹の葉が結構近いんで、であれこのさこいつってさ生き返らせてくれるやつじゃないね、よく考えたら。生き返らせてくれる人ここにいないんだけど。しまった、キメラの翼を買って飛ぶか、めんどくさいな。でまあ、どこでもいいんだけどね、近いところがいいよね。ラダトームあたり、教会が近いとこで、ここなんで。あーラタトームはただあれがなかったね、預かり所が。種をねちょっと預けたいんだけど。よし、手下が蘇ったから、世界樹の葉は持ってないよね。じゃあまずはザハンへ行って、で寝るか。下っ端もマジックパワーが減ってるはずなんで。まあやっぱりね、こういう初期のドラクエは何回かに分けて絶対ダンジョンを探索しないと、1回じゃね無理なんすよ。宝箱を取りつつ、レベルが上がりつつ、徐々に徐々に攻略していくっていう。ミューシュをぶっ倒そう。
でした。一発で倒せないか。まあホイミを唱えてくれる分にはこっちのヒットポイントが削られないから、それはそれでよしとして、あとミックスと手下で倒せるでしょう。世界樹の葉をゲットしたい。これは一旦で倒せるね。タコドラキーとか雑魚すぎるからな。世界樹の葉くださーい。よし、しかし何も見つからなかった。なんだ、ムーンペタに行きますか。こういう地味な作業が必要になるね。種とかどうしようかな。もう使っちゃってもいいかな。結構きついからね、一旦預けよう。お金じゃなくて道具で、月のかけら、これもう使わなくて大丈夫だよね、さすがに。不思議な木の実も預けて、あとは手下は鍵は持っておこう。下っ端は力の種、てか魔除けの鈴とか売りましょう。いらないものを、銅の剣を売る。手下は布の服を売る。祈りの指はだいぶいっぱいあるな。多少ゴリ押してってもいいかな。ベギラマで、ベギラマはさ効かないやつが本当にいるんだよね。薬草を下っ端に持たせるか。ここに来てね、まだ薬草に頼るからね。1万5000円じゃ力の盾は買えないからな。よし、これでいいや。で寝てデルコンダルにルーラして、もう一回洞窟へ潜りましょう。で一応死者が出て世界樹の葉で蘇らせて、問題なさそうだったら蘇らせてまた進んでいきますか。ザオリクをね覚えてほしいんだよね。まあ多分結構後だけど、ザオリクを覚えるのは。でリメイク版はあのムーンブルクの王女もザオリクを覚えるんで、それはねすごいいいですね。ファミコン版はねザオリクサマルトリアの王子しか覚えないんですよ。だからサマルトリアの王子が死ぬともう世界中の葉で蘇らせるしかないっていう。でしかもザオリクってヒットポイントがね1なんですよ、蘇った時に。どこへ行けばいいんだっけ。地獄の使いは早急に倒す。で下行け、悪魔の目玉。よし、攻撃が早い。甘い息、甘い息で寝るってさ相当甘ったるい息なんだろうな。で道がマジで分からん。宝箱地帯だった。悪魔の目玉どうしよう。ベギラマ使うか。4体いるからね。いいね、早い早い。経験値も安定して500くらい入ってくるか。でこっから先がねよく分かんないんだよね本当に。あそこに兵士がいるところは違うでしょ。こいつらはね効かない可能性があるからね。とりあえず全員当たったけど、新しい仲間を引き連れてきたか。でそれなりにダメージをね食らうんだよね。手下ちゃんがちょっと減ってきたね。でミックスはダメージを受けないと。手下に薬草を使いますか。
よし、なんだかんだででも100近いヒットポイントはあるんだね。おーおーおおお、ハグリメタルまあそりゃそうだよね。いや、ハグレメタル、え、どんくらい経験値持ってんの。1万は持ってないよね多分。あとここ階段降りるとどうなんだろう。降りてみよう。なんもない。あっちの階段はなんもない。結局先へ進めってことか。あの宝箱を回収したかったけどな。キラータイガーなんだよねやっぱり。防御しよう。消したダメージ食らいすぎだろう。このターンで蹴りをつける。で薬草を2つ使う。さっきみたいに集中攻撃を食らうと死ぬからね。74でまた20くらい回復すれば95。下っ端の防御力っていくつなのそもそも。自分が136でしょ。手下が76。下っ端の方が防御力高いんだけど。うちの手下は攻撃力はあるけど防御力がめちゃザルだな。やはり水の羽衣が強いんだね。で基本的に盾とかね全然装備できないからね。だって下っ端なんてさ盾とさ兜いまだになしだよ。盾はね何も装備できなかったと思います、下っ端ちゃんは。で階段がやったらいっぱいあるけどこれどうする。マヌサだな。早い、キラータイガーマジ早い。よしよしよし、これで多少全然ダメだ全然ミスらんわ。よし、オッケー。うん、食らうね。ま、一発分だけ。おお、よしよし、二発分。マヌーサのおかげだな。キラータイガーをね、一撃で倒せるようになればかなり効率よくなるんだけど。で、あの宝箱は回収しておきたい。おお、魔法の鎧って言ってもさ、魔法の鎧って言ってもさ、別にだな。でガイアの鎧と魔法の鎧だったら、魔法の鎧ってダメージをさ、魔法ダメージ軽減できるじゃん。どっちがいいんだろうね。適当に入ったけど、え、これなんだよ。あ、下にはいけないのか。トラマナ、宝箱をゲットするか。魔除けの鈴、地下に降りる階段があるね。キラータイガーは倒しておきたい。こいつのやることがないんだよね正直。ルカナン、ルカナンを使って一発で倒せるようになればいいんだけど、そんな感じにはならなそうだな眠らせとく。眠らないからねそもそも。ほら手下と下っ端に1回ずつまた薬草を使いますか。レベルアップ、ミックス力5、身の守りも上がると。あれ、これさ、あっち側とかいけねえじゃん、よく見たら。薬草がなくなるね。まあしょうがない。回り込んでいける？あー、ここも地下に降りる階段だね。出たー、パペットマン。ちょっとパペットマンはな、ベギラマとイカズチのせいで移動したい。効かない。作ると、ベギラマ効かないまあでも2体倒せたか。
てパペットマンを優先して倒そう。ゴールドウォークはね、ほんと攻撃力が高くないのが助かるよな。まあ、方向的には下に下に向かっていけばいいと思うんだけど。お、なんか右上に見えたよ。しかもスカルナイトとか強そうだ。ドラゴンフライって、ドラゴンフライってそんな強くないよね。うわ、でも火の息を吐き出してくるのか。1回ずつベホイミを唱えて全回復して、なんかちょっとボスっぽいのがいるからこいつだね。おお、やばい、やばそうなのが出てきたよ。寝ないでしょ、絶対寝ないでしょ。メタルハンターきた、ここでベギナマンすげえ終わったっぽいな。マヌさん、よし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 、2回攻撃かよ、しかもこいつ。あっぶねあっぶね、マジであぶね。ね、ベホイミ、これはちょっと手下にして、下っ端はもうベホマだな。回復させとけばよかった。いやいや、危ない危ない危ない、ダメージが全然少ない。2回攻撃の割にはダメージが少ない。あ、全然弱いわ。あー、すっげービビった。やっぱりベギラマが怖えな。いや弱いな、攻撃力全然弱いわ。キラーマシーンとかになってくるとね、ちょっと怖いんだけど、こいつ無視できる無視できねえし。炎の聖堂を汚す不届き者め、悪霊の神々に捧げる生贄にしてやろう。あれ、なんかもう一匹来た。地獄の使いか、悪魔神官じゃないんだ。じゃあ普通に倒す1体ずつ。普通の地獄の使い、ベギラマー、ベギラマーベギラマ連発は痛いよ。よしよしよし、普通の地獄の使いだね。これはもう行こう行こうとか言って瀕死になってるし。これ悪魔神官2体だったら無理だったね。オノレハーゴン様万歳グフ。悪魔神官ってあれかな、ロンダルケアのとこで出てくんのかな。もうちょっとこれはもうベホまでやっちゃいましょう。さすがに下っ端ちゃんはベホイミでいいでしょう。おお、メタルハンターはもう雑魚だということが分かったからな。どんどん攻撃していこう。うん攻撃回数が多いだけだな。あと若干硬いのか、やっぱりメタルハンターっていうだけあって、下っ端の攻撃は6しか通らないからね。まあだからといって戦闘に影響が出るわけじゃないんで。邪神の像を見つけた。あとちょっとね、宝箱がやっぱり気になるんだよね。なんかいいものが落ちてないか、探索ができてないんで。スカルナイト、これはベギラマとないよ。イカズチの杖プラスベギラマ、これで一掃する。で、あとちょっと上の方に行ってみる。じゃあトラマナ、全然上とかじゃねえし。あそこの階段から来るだけか、つまりは外れだね。ここら辺の階をちょっと見渡して、特に何にもなければ逃げ人で帰りますか。でもうロンダルキアへ行けるはずなんで、このレベルでロンダルキアへ行くのか。どうだったっけな、敵
適正レベル的なものが全然わかんない。あ、下に降りる階段があるね。え？なんかすげえ上に繋がって終わりそう。まあ多少のレベル上げとお金貯めも兼ねつつ、おお鋼の剣、金になるね。でここ、あ、ここに出てさらに上に上がって、え、どういうこと？ループしそう。キラータイガーも一匹だったらミックス。うわーダメかー、キラータイガーの方が早かったー。力の種はもうミックスに託すか。確実に倒していこう。マヌサとナヨ早い。いや3人ともか。しかも手下ツギックだったら死ぬ可能性がある。会心の一撃、ベホまで行こう。もうはマヌーサ、おおいいねいいね。レベルアップー、下っ端ちゃん来たー、イオナズンでここに出てくると。ここはもういつものとこだもんね。いつものとこっていうのもあれだけど、え、他にないよな宝箱って。うおーはぐれメタル攻撃すらできない。でそうそう、こっちから来たもんね。キラータイガー、キラータイガー、イオナズンを捉えよう。近づないと早いね。てかイオナズン押せよ、すげえ。これマジ強えわ。時代はイオナズンだな。手下の魔法で回復させていこう。でロンダルケアもイオナズンを主体に攻めていって、マジックパワーがなくなったら帰るっていう、そういう方向でいこう。ロンダルケアの洞窟はめちゃ長いからね。いて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 、しまってしまってしまった。これはもうこいつら倒したら出ますか。じゃあイオナズンくらえ。効かなかったとか、マジですかい。イオナズン効かないってどんだけ耐性あるんだよ。じゃあ出ましょう。リレミトで、ルーラでヘルポイに行って、あそうか、あとあれも持ってこないといけないんだ。ちょっと待って、ルーラで一回デルコンダルに行きます。で紋章が全部集まったんで、これさ、トフェロス使おう。どこまで効果があるか分かんないけど、おお全然敵は出てこないね。ここの祠に行って階段を下っていきましょう。どん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 地下へ潜っていく。別にこれループしてるわけじゃないんで。で、ここ5つの紋章が輝き始めた。燃えてんだけど火事だ水は近くにいっぱいあるからね、すぐ消し止められる。どこからともなく美しい声が聞こえる。私を呼ぶのは誰です。私は大地の精霊ルビス。おや、あなた方はロトの子孫たちですね。私には分かります。遥か昔、私が勇者ロトと交わした約束、その約束を果たす時が来たようです。さあ私の守りをあなた方に授けましょう。いつか邪悪な幻に迷い戸惑った時はこれを使いなさい。必ずやあなた方の助けになるでしょう。
さあお行きなさい、怒涛の子孫たちよ。私はいつもあなた方を見守ってます。おお、火事はやんだ。でめんどくせえから、これリレミトで出れるかな。出れない。じゃあルーラでペルポに行こう。おお、いいね。で力の盾買えるよね、2万いくらあったから。で鋼の剣も売ればいいわけだし、魔法の鎧も売っちゃっていいよね。だって魔除けの鈴も売っちゃっていいよね。であとは鋼の剣だけか。ルビスの守りを手に入れましたね。ミンクのコート6万5000円とか、めっちゃ防御力高っけえな。手下に装備させて、水の羽衣って1個しか手に入んないよね。ってことはミンクのコートか。熱そうだな、ミンクのコートさ。さっきのさ、邪神の洞窟に来てったらクソ熱いでしょ。光の剣はちょっとミックスに買ってる余裕はないんで。いやー、6万5千円とかどうやって貯めんのよ。まあいいや、とりあえず力の盾を買おう。下っ端の防御力がだいぶ上がるからね。下っ端じゃない、手下だ。カバの盾だったのか。いまだに。そりゃさ、防御力低いわけよ。で、もうちょっとロンダルキアに向かうから、一旦預けられるものを例によって預けて、で、引き出そう。お金じゃなくて、道具。まずは素早さの種、2つしかないんだ。これって他の人に使えたっけ？不思議な木の実、これマジックパワーだから下っ端だな。もうイオナズンを一発でも多く打てるように。で命の木の実をどうしようかね。命の木の実はね、まあ、とりあえず出しとくか。よし、これちょっと毒がいっぱいになったんでドーピングしましょう。素早さの種使う。あ、誰2眼ね。で本当だったらね、これリセットとセーブを繰り返してなるべく高くしたいんですけども、それやるのめんどくさいんで1 で不思議な木の実、これはもう下っ端だな。33しか上がらない。3マジか。命の木の実どうしようかな。ヒットポイント、まあ、下っ端6で下に1個使おう。で4、あとは命の木の実があって、で力の種はもうミックスに全振りしよう。ラスボス戦はね、本当にもう自分の攻撃がメインになるんで、守りの種とりあえず手下にしとく。ちょっと弱いからね。あと力の種を出せるだけ出して、よし、じゃあまたドーピングしましょう。力の種は自分23、よし。守りの種は手下4、 OKOKOK。 で命の木の実どうしようかな。下っ端にしとくか。で力の種3、 OKOKOK、 上がるね。22、 OKOKOK、 悪くない悪くない、すげえ上がったな。力91、手下は58、下っ端は19とか。そら弱いわ。で買い物も済ませたよね。買い物も済ませたから、あとは寝て、でロンダルキアはどこから行くのかっていうと、ベラヌールから行く形になるんで、一回ベラヌールへルーラで行きましょう。でサマルトリアの王子のなんか寝込むイベントやってないんだけど、ちょっとめんどくさいんで軽く説明すると、ここの宿屋に泊まるとハーゴンの呪いをかけられるんですよ。でサマルトリアの王子が一旦離脱するんだけど、世界樹の葉を使うと元に戻るっていう、ただそれだけ。アイテムとか何にもないんで。でなんかここに変なやつがいるね。トラマナかけるか。おお、ここまで来られるやつがいたとは。
あんたなら左に見える旅の扉へも入って行けるだろう。そしてたどり着いた場所こそがロンダルキアへ通じるただ一つの道。誰もこの俺の話を信じず、俺はこんなことになってしまったが、もし俺を信じてくれるなら、祠の出口を探すことだ。はあ、なんでさ、あんなわけのわかんないさ、裸のおっさんがさ、そんな重要なこと知ってんだろ。どこで仕入れたんだ、あの情報は。じゃあここでセーブをして終わりにしましょう。というところで、じゃあ今回はこれで終了して、次回は難所ですね、ロンダルキアの洞窟へ向かっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。